おはようじゃんくん。はい、おいで。はい、どうぞ。どうぞ。遊んでくれないの？はい、ジェン君。遊んであげてよ、ばあちゃん君。ジェン君。遊んであげて。はい、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 はい。あら。じゃあこっちは？さっきもね、ちょっとしか遊んでくれなかったの。ブラシかな？これやる？やりますか？はい、で。あ、ポンちゃんが、ポンちゃんが遊んだ。ポンちゃん、はい。はい、そっちでも遊ぶ？ポンちゃんはさっき遊んでくれなかったんだけど。あ、出て、出て、出て。かわいい。ポンちゃん、かわいい。こっちも次入れた。あっという間でした。ポンちゃんパワー。昔よくさ、ラム君とかシオン君がちぎっとって、うん、なんか縫い付けなきゃダメだね。そうだね。ちょっと廊下まで走るように開けてみました。あ、食入んの？興味がいってしまったような。ポン。来た。来た。ピッ。ピッ。お、引っ掛かった。ふふふ。ジャイフンの様に来たとさ。ジャン君、大変だ。こんなのもらっちゃった。届いちゃいました。猫アレルギーということをお話ししたらですね、こんなものが届いてしまいました。ありがとうございます。とにかくありがとうございます。豆にお掃除ができるかな。はい、もうすぐします。はい、ポンちゃんチェック入りますね。ポンちゃんチェックの後使いますよ。いいですか、ポン。
なか強力っぽいね、うん、一気に溜まるっちゃ溜まる。このね、そうだね、この、材質のスポンジのカーペットね、うん、これが指でこういうふうにするとですね、でもあのコロコロなんだっけ、カッコンカッコンなんだっけ、やると結構取れるよ。そうなのよ、このうっすら表面にこびりついているので猫さんの毛はですね、なかなか、はい、でこのカエルで、こうやって掘っています。よいしょ、はい、はい、ポンちゃんはほぼ大丈夫そうなんですね。ポンちゃん掃除機に強いです。ただジャンちゃんはどっかにもういません。ありがとうございます。これで猫アレルギーを克服します。というより受け入れます。やっただけでっていうか結構ガリガリやったんですけれども、結構取れてるね、毛だらけかも。そうだね、吸引力がうちが使ってる掃除機かかる、いやまた古いんだよね、20年ぐらい使ってるかな、そんなには使ってない、よりやっぱりこれハンディなのに強いです。ということでありがとうございました。これでムズムズがちょっとでも取れるとね、嬉しいです。引っかかってるよ。じゃあネズミさん毛繕ってあげてるの、優しいね、ポンちゃんね、そうだね、うん、ペロ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 、いい子だね、パンパン